さあ、バンブーゴールデンウィークレースですね。 SC クラス A メイン、大崎さんがまずは綺麗にコーナーを通過。 T 級から大崎選手、渋滞を作らず、ボディが新しくなってますね、カラーリングが。さあ、風の影響を受けております。SC はですね、ボディが大きいから結構風の影響、今日は風が強いんで、ね、影響を受けていますね。さあ、トップと大崎選手、2位がですね、今度は葵選手。葵選手はですね、本日2区4区とも A メインということで非常に活躍してますが、ちょっと転がった。やっぱりビッグジャンプのですね、さばきをどうするかっていうのがやっぱりポイントになっているようです。丁寧に大崎選手がトップで計測ライン、2番手に小島プロ、3位が黒沢選手ですね。やっぱり SC の猛者たちが上の方に来ております。さあ、6連もちょっと合わないと、さあ、ビッグジャンプ、風の影響を受ける。おっと、小島選手が転がっているところへ黒沢選手がアタック。 SC ならではですね、もう丁寧にいってます。おっと、11211という感じですね。黒沢選手が2位に上がっている。さすがやっぱりバンブー走り慣れてるだけありますね。SC クラスバンブーサーキットですね。非常に広いサーキットなんで、走っていてもかふわーっと飛んで戻されてますね、空中で。さあ、トップは尾崎選手、222と綺麗に回って折り返し、計測前のターンを回って外周へ。トップ尾崎選手、2位小島プロ、3位黒沢選手ですね。さあ、2位と、空中で一伸びありましたね、風に押されて。おっと、バンブーオーナーリタイアの声が聞こえました。残念。さあ、尾崎選手無理しない。さあ、尾崎選手、相模原チャンピオンですね、バンブーサーキットで SC クラストップ争いをしている選手です。あ、ここは無理しないで。そうですね、無理しないのが一番ですね。後ろ差がついてますからね。もう1111で刻んでいきます。さあ、前バックマーカーがちょっと溜まってますね。さあ、トップ尾崎選手、外周を回って、ここは無理しない、無理しないで大丈夫です。1位と2位との差はですね、8秒ほどあります。ここも1個ずつ無理して飛ばない。さすがやっぱクレバーな走りですね。さあ、ここは2位112という感じですね。風に合わせて飛んでます。さあ、2位3位争いがですね、激しい小島プロとですね、黒沢選手。
さあトップは尾崎選手、2位がですね小島プロ、3位が黒沢選手。ここはビッグジャンパー飛ばずに最終ラップ6連もですね、どうするか。2、1、1、もう丁寧に丁寧に行った方がいいですね。さあ最終の折り返しを回って尾崎選手トップゴール。そして2位が黒沢選手、3位が小島選手ですね。3位小島選手です。おめでとうございます。